25歳女です。特に昔のトラウマなどないのですが、人を信じることが苦手で辛いです。そのため、一度も恋愛をしたことがないです。いいなと思っている男性からの行為や、好きとか可愛いとか全ての発言に対して謎の疑問が浮かび、なぜこんな人はこんなことを言っているんだろう、何が目的なんだろうと変な疑いを持ってしまいます。一般的には蛙化現象というみたいなのですが、人を信じるにはどうしたらいいんでしょうか。人を信じるのができないのは普通です。で、その、アップアップさんの問題って、人が信じられないではなく、騙されるのを怖がっているのが良くないんです。なので、騙されても良いっていうので生きてみてください。まあ、その別に騙されても、じゃあお金取られるだけだよね、とか、じゃあそのなんか可愛いって、可愛くないのに可愛いって言って、なんかいい思いをすると思ってるんだろうな、こいつって見下すとかでも、別にそれで騙されていいじゃないですか。なので、この人だったら騙されてもいいよねっていう人に、じゃあ騙されてみましょうっていうので乗っかるっていうので、騙され続けてみてください。